わーおーおはい、こんにちは、小太郎です。蓮です。翔太君です。2022年6月30日までチャンネル登録者5万人を目標にします。ちょっと面白いと思ったら、チャンネル登録、高評価、コメント、よろしくお願いします。お願いします。ということで、リクエスト、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやー、いろいろありましたね。今日は僕らが一応開催させていただいたワーワングランプリのミケス僕ら昨日終わって、まあいろいろありましたね。本当に波乱がもう今日の動画はね、そういった僕らのワーワンのね勝ち上がりだったりね、まあ相手に斉藤陽介さんもね出てたんで、今日聞いていいですか？すいません。ちょっと一般応募でも結構もううまそうな方たちが、ね、最高身長2メートル5、そう2かな、2メートル2 2センチの相手とかいたんで、もうめっちゃおもろいと思うんで、ぜひ楽しみにしてください。ということで、ちょっとだけね告知ありました、はい、すいません皆さん、こちら T シャツバンドーン、これですね、この黒以外にも白のね T シャツもあって、どちらもね残り数枚だけ残ってるんで、もう概要欄から買っちゃってください。皆さんお願いします。よろしくお願いします。実は皆さん、上田くんパーマかけたんですよ。どうすか、どうすかこれ。結構ちょっといいっすよね。いや、いいよ、似合ってる、うん、似合ってるけど視聴者さんの意見は分かんないから、ね、いや結構分かんないと思うんだよね。じゃあそこコメントでね、似合ってるか似合ってないかぜひ教えてくださ い。ということで、じゃあ本編いくよ。お願いします。3、2、1、肉フェス、うまそう、うまそう。入り口ここだってんの。ワンワン前に夏バテだね。暑いね。来ました、肉フェスです。どうぞ。バン、人の多さ、めっちゃいい匂いします。肉の私は盛り上がっちゃってます。人の数えぐない、やばい、逆に。差し入れ来たんだ、リスナーさんから差し入れです。え、写真撮ってくれた。いいの、これでいいです。うまそう。うわ、やば、やばいね、やばいね。じゃあ食って帰ろうか。ありがとう、ありがとう、ありがとう、マジで。いたし、頑張ってください。ありがとう、ありがとう、ありがとう。ニクフェスにご来場の皆様、こんにちは。バスケ YouTuber のスワッグクルーです。あと10分15分くらいしたら、16時45分からこちらのバスケットボール会場で、ワーワーグランプリ、ワーワーのトーナメントやります。皆さんお待たせいたしました。第1戦始めたいと思います。スワッグクルーの翔太君のオフェンスです。会場内が大変ホームタス、ファールはですね、これ皆さんオフェンスコールでやってますので、ボール決めていく。おお、ナイスディフェンス。チケットも販売しておりますので、うまい、チケットを欲しいです。お願いします。お客様にご案内をお願いします。だから本当にディフェンスめちゃくちゃ上手くて、拝見多くのお客様に欲しい。いやーいやー、すごいディフェンスが。さあ1対0、おめでとうございました。わー、さあ3対0。ドリブルさばきに皆さん注目していただきたいですね。こちらおっ、ドライブしていく、おっと、またこの人外していく。いやー、立場が頑張ってほしいですね。いやー、わー、ディフェンスがうまいです。さあ3対0、4対0です。これさあ、スリーポイント欲しいです。中だと例えばフォールしてでも1点になりますので、今4対0ですね。スワッグの翔太くんが今勝っています。いやー、ディフェンスがうまいんですよこれ。お前翔太君がちょっと会場を壊しちゃったんですけど、いやー、敦貴君も本当に抜けないっすってことで今コメントいただいたんですけど、本当にドライブ止めるのが上手くてですね、青、おー、うまい、決めていく、申し上げます。これスリーポイント、
はい、ということでね、7点取りましたんで、第2回戦のサークルの初代君の、勝利となります。大きな拍手皆さんお願いします。直席に暮らす、はい、ドリブルが手戻ってこない戦ってなんだよ。さあ続いてどう攻める。いいよ、これが入る。おお、体が全然動かない。体動かない。そこの中間のミドルシュートラッパレです。さあどう見せる。ここで振りながら切れてきます。なかなか入ります。さあ次終わる。ここで決めていく。3時間はまだ9分ありません。さあどう見せていく。続きディフェンスもいい、ディフェンスもいいが、おっとそれちょっと大丈夫です。さあどう攻める。レッキーするか。さあどう攻める。スリーポイント。おお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 きました。阿部くん、先ほどいいジャンプショット決めました。さっきのワンプレーでね、ヒップターンやアクロソーバー、かなりのスキルでお客様にご案内申し上げます。そろそろ調子乗るか。おっと、ダメか。スリアップ、惜しい。おおおおおおちょっと、ジャンパーをきれいに決めていきましたが、続けアスピード早い。嬉しい。契約も入るか。なんか阿部選手はね、今鈴木蓮選手の高校後輩みたいですね。グッドグッディ。なんか横浜高校の出身で先輩だったみたいです。さあラスト1点。かなり距離ができる。これで決めていく。勝ち。7対1で鈴木蓮選手の勝ちです。さあどうですか、1試合目。こういうコート俺たち慣れてないじゃないですか。そうだね、みんなが見てるところで、うん、めっちゃ楽しいです。ああ、どうぞどうぞ前へ。タイミングが大事になりますが、ドリブルを見せてくる。おっとスピンがある。しっかり決めてくる。さあここで3ポイントを決めたら終わりだが、おっと惜しい。第2です。ディフェンス詰める、ディフェンス詰める。グディ打ってく、入る。おお、5対4です。さあどう出る。スリーポイント、ガテが惜しい。スリーポイント決めてくれ、倍の点数です。さあ決めてく。松本選手、ディフェンスは先ほどからかなりいいディフェンスを見せてます。おっと小太郎さんも前。おっとゲームセット、ここで7対4でバスケ YouTuber サークル小太郎の勝利です。続きまして、お疲れ様です。突破ギリギリ。どうぞ前の。スリーが全然入んなかったっすね。そうだね、うん、よっ。で1個一番渋いのが、うん、俺が次やるのがこの2人のどっちが勝った方。ガタイ負けしてるよ、ね、亀山選手。じゃあちょっと期待してますよ。よろしくお願いします。いやこれは熱いですね。本当翔太君もう顔が全然いつもに集中してますからね、これ。もういやこの対決面白いですよ皆さん、本当に。いやおっと惜しいです。本当にね、これおっと最初から股抜きをしていく。これおっとおっと、あーっとラインアウト。この斉藤陽介選手ね、平気で10本とか連続でスリー決めたりしますので、おー決めていく。皆さん、いやこうね、
あーすごいステップバック、いや入っちゃう、いやー 3×3 のね大会で日本一になってますんで、もう日本一のシューターです。らしいです。大きいですね、スリーポイント。さあ翔太君フライブしていく。おわお、あ、惜しいです。おいや、もう斉藤洋介選手のこのねジャブフェイクとかの数々が、もう何だろう、フェイクが何十個も入ってて見てるだけだと分かんないけど、おほら見てください皆さん、いや彼があそこまで足崩されることってほとんどないんですけど、本当にレベルの高さが伺えますよ、ね、いやこのディフェンスですよ、この何て言うんでしょう、ドライブライン開けて、いやでも決めてくる、生きてるんで、こういう突き方してスリー警戒してる突き方を今守り方してます。ただ斉藤洋介選手もね、本当にスリーポイント以外にもドライブとかめちゃくちゃうまいんで、そこの掛け合いが本当面白いんですよ、バスケ。スリーポイント、いやー危ない、来ました。翔太君まだまだここから追い上げ、皆さん期待してますんで、いやー惜しい、ちょっと翔太君負けちゃいますね。さあどうなる、舞台ゾロ、このフェイクのこの掛け合いですよ。ないで、ないで、ないで、いや、ナイスナイス。なんで、まあ、サークルのメンバー誰かが勝てばいいということでね、もうこれ勝っちゃってもらっても全然いいんで、ただ5対0なんですけど今。さあ5対0です。いやもちろんね、おーっとドライブか、おーっと、いや大丈夫か、ちょっと滑るか、いやーかで、足さばきだとかがね、本当に重要になってくるんで、さあこのディフェンスとオフェンスの掛け合いですよ。おおすごい、おおスワッグクルーで検索してください。ぜひバスケットの方いっぱい上げてますんで、おっとタイム、おお惜しい、5対0です。残り時間4分半です。いやここはなかなかスリーポイントはちょっと打たせたくないですね。会場内は全体禁煙となっております。会場内の方をご遠慮ください。会場内の方をご遠慮ください。会場内は全体禁煙となっております。ついに VS しか分からない。会場内は全体禁煙となっております。皆様の最高選手です。3回戦進出になります。おめでとうございます。いやさすがでしたね。7対0ということで、一言いい、すぎるよ。すぎるんですよ。さあ、車にご案内申し上げます。いきなり3ポイント。本日は3対0。ワオに勝ってます。かなりの実力者でございますが、現在3対0で負けております。さあ、ワオ。めっちゃ上がってきました。見せてください、秋山選手。さあ、どう見せる。振ってく、振ってく、ここでジャンプシュート、あっと惜しい。さあ、右ジャブから様子を伺う、ジャンプシュート外していく。まずいよ。さあ、切り返して、また盛り上がりを見せてくれるから、秋山選手、おっと、スピードもいい、コンスタントにゴールショットを決めていく。負けてしまうのか、どうした、もっと見せてほしい、ここでジャンプシュート、カイボン、惜しい。さあ、ちょっとでも僕たち的には動画的にさあ、どうなるレース選手、頑張ってほしい。スリーポイント、あ、頑張って、フィジカルでいくとスリーポイントで、えっ、すごい、選手敗北です。え、秋山選手が勝利、鈴木です、トレード投げです。えシュートに、決まらず、ありがとうございました。水泳です。1対0でね、まだまだここからもう点差にもさほど影響ないですが、さあどう見せる、ドリブルで遊びながら、ありがとうございます。わあ、バスケ YouTuber、 ちょっとこっちから頑張ってください。さあ、それをもう裏切るかのようにダニオ選手には圧倒してほしいところでもありますが、お願いします。おっと、ぶち抜く、うまい調査で、ね、もう4点、ただかなり身長差があるが、スリーポイントやジャンプシュートも決めていきたい。おっと、華麗に決めていく。あ、これは足立コータ。さあ、これを10通りぐらいあるが、
ここだ、惜しい。というよりもポンポンと入ってきたが、慎重で攻める、これが一番いい。さあ、お願いします。これが、はい、これが一番いい。これが一番です。突きっきりでいくか、離すか、それとも、さあ、ディフェンスは中距離で上げていく。さあ、だんだん詰めてくる、詰めてくる。ここで、おっと、外した。さあ、チャンス。そうなんだよ。スリーポイントでいくか、ドライブでいくか、ドライブでいった。繰り返して、おっと、もう一回やるか。しかし、決めてく、決めてく。フェイクは飛ばない。ドライブでいく。ジャンプシュートでいくか。さあ、注目のワンプレー、ここで決まるか。集中してる。おっと、守ればチャラです、守ればチャラです。現在4点リード、この身長差ある中で、さあ、綺麗なジャンプシュート入る。ダニオ選手、さあ、身長の高さで詰めるか。ジャンプシュート、おっと、少し蹴る。交代の、さあ、ワンプレー見せてくれ。集中してます、集中してます。さあ、ドライブに行き、切り返し、ジャンプシュート、入らない。ここでリコを見ていきましょう。さあ、17歳ダニオ選手、だいぶ高さがある。さあ、ここで追い上げてほしい。ちょっと見せるドリブルでカモン、うわ、惜しい。ラスト1点、どう取る。ドライブに行く、抜いていく、レイアップ、決めた。お疲れです、お疲れです。勝てましたね。いや、あのダニオ君がちょっとインスタの最初だけちょっとやってたけど、後からちょっと雰囲気を感じ取ったのか、ジャンプシュートでよかったですね。まさかの要素が負けたけど、決勝の意気込み一言。いや、マジでここまで来たら勝つしかないです。そうだね。バーサス、今我々勝ちました。小太郎くんの決勝戦です。ゲームスタートです。ねえ、ねえ、盛り上がっていきましょう。さあ、さあ、どうなる。おっと、だいぶ振ってくる。小太郎くんから出てきましたが、さあ、先ほどから異色なムーブで相手をフォローしてきている水色の T シャツ、小太郎選手。さあ、シュートフィックから、おっと、初戦からずっとそれやってたから、ちょっとバレてきてるかもしれないですね。さあ、それではまだレパートリーはあるはず。ディフェンスから頑張ろう。2対0、レグスルーからロール、おっと、惜しい。オフェンスファール、ディフェンスのディフェンスファールです。さあ、ここからスリーポイント、オートフェイク、惜しい。2対0。さあ、どうなる。レグスルー、切り返す、レグスルー、ジャンプシュー、おっと、チャロか、高校生、カモン、すぐ行こう。おわお、どうなる。まさかの高校生が優勝か。元日本代表候補だったり、すごいプレイヤーの中、しかしもう一回フェンスが来ます。ドライブに行く、ビハインド、おっと、緩急がすごい。さあ、疲れてきてます、小田原選手。それでも飲み物休憩、ダブルクロス、おー、さあ、応援数連続続いてます。さあ、皆さん、ニックフェスにご来場の皆さん、決勝戦です。ぜひ見ていってください。おーおー、目の上オフェンス、若干チャラいが、そのオフェンス、ここで沈めていきます。バゴーンでよくね。ゲームセットです。さあ、優勝は林琴太郎選手です。皆さん、大きな拍手を。皆さん、ありがとうございます。さあ、お相手の高校生、山本君に大きな拍手を、素晴らしかったです。こちらのコート、19時までお越しております。足立区の兄ですね。俺、お二人で、お二人で、絶対二人で、ツーショットとかおもろいかもしれない。いけないっすか。いや、もう何しに来たんだよ。ちょっと愛あるよね、お兄ちゃん来るとか。ちょっと愛あるよね。差し入れまで結構ガチガチなレッドブルだった。どうですか、弟の優勝は。いや、まあ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 、当たり
ラジオの喋り方なんかバー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 みたいな。はい、じゃあ全然全然ということでご視聴ありがとうございました。おめでとうございます。ありがとうございます。すいません。やりましたね。いやまあギリギリね。結構序盤で2人いなくなったから俺もうね怖かったよ。しかも相手が2メートル、ね、2メートルやってるからね。そうだね。あれすごかったよね。でもあれは本当彼があのインサイドをまあ全部やれば点取れたけど、そうかもね。外からの技術でやろうみたいな優しかったね感じがまあマジでアザスって感じでした。そうだね。まさかのね。ちょっと僕は陽介さんにねちょっと全然ダメでした。すいません。どうですか久しぶりに陽介さんとやってみて。いや多分俺正直前回794とかだったんですよ、うんうん、9対4ぐらいだったんですよ、うん、で今回70だったじゃないですか、うん、けど俺正直内容は今回の方が全然良かった。あ、まあそれはね、うん、そうだね。まずディフェンスが何手か打ったんですよ。こうしようかなこうしようかな、はいはいはい、何手かは通用したんですけど、うん、けどやっぱそれに対して対応してくるから前回はそのやり、なんていうの、ここまでそう前回はそこまでもいかないぐらい外バンバン決められて終わっちゃった。なるほどね。だったから今回は結構まあ3をどっちに方向付けした方が打ちづらそうかとか結構考えて、前回よりかは苦しませれたのかなと思います、うん、確かに。でですよ、まさかの高校生が、うん、そうですね、見れてないと思うんですけど。そうなんですよ。一旦ごめんなさいだ、映せてなくてごめんなさい。そうだね。本当撮っときたかったから、ちょっとドタバタしてて。僕が例えばワンワンしてるとしたら、あの、レン君タイマー、ウエア君 MC、リュウ君カメラみたいな。そう、全員いないんだよね。そう。洋介さんのが高校生に負けたワンワンとか撮れなかったんですよ。まあ、最低限自分なのだけ、そうね。撮ってないみたいな感じで。途中から急に一瞬で終わったような、なんか。そうやっぱその7点マッチだからやっぱコロって多分いっちゃうよね。いや君の相手やばかったね。シュート率がめっちゃ決めてたよ、ね、外して、うん、外してなかった。ほぼ外してない、うん、95% ぐらいで 7-0 全然入んなくて全然入んなくて負けちゃって。いやまさか2回戦で敗退するとは思わなかった、ね、びっくりしてたもんスタッフも。みたいな。確かにね。レン君負けちゃったのみたいな。でだからそのタイミングで俺はもう2人いなくなっちゃったから、そう俺ら主催なのにもうあと俺しかいないやんみたいな。で陽介さん負けちゃったしね。そうなんだよね。最後にやっぱ持ってってくれたのさすがコツくん。いやいや本当に。ということで皆さんありがとうございました。今日は本当にありがとうございました。なんか次回の動画みたいな感じでいけるっすか。急に急にシマルコちゃんですか。まずいっすか。いやもう別にいけるっすか。お願いしていいっすか。もういいっすよ。フラッグクルー B ブックス出てみたみたいな。そこはでも君のアレンジ任せるっすよ。高い気ができるんだ。いやだからそこは任せるっす。ちょっとあのちっちゃめのおもちゃみたいな感じでいけるっす。そうそうそう、イメージ、ね、ちっちゃめのおもちゃで、もう真顔でいくんで僕らは全部。次回来週の動画はスワック B ブックス出てみたガハハハ。